感想は、まあ、勝ち星を得たのがすごい大きいなっていうのはまず一つと、まあ、ちょっと内容も少しごたごたしてしまった部分も、まあ、あるんですけど、まあ、でも、まあ、最初言ったんですけど本当にまず勝ったこと、本当に前期は4位を目指しているのでまず、そこに向けて大きな一歩をやっと踏めたかなっていう気はしてます。入ってよかったなと、まずで、まあ、仲間が本当に最後まで、まあ、関なんですけど23番関が本当最後まで粘って、出してくれたのがすごい良かったです。もう僕は本当にもう気持ちでやってるだけだったので、技術的なものは特になかった、本当気持ちだけで決めたのが大きいかなと思います。今季の目標は、優勝を目指して頑張りたいと思います。2部から上がったり上がったばかりですけども、風雅にも、負けないように、優勝を目指して頑張りたいと思います。いつも応援ありがとうございます。皆さんのが応援してくれるので本当に心強く戦えています。